むずったまみちゃんです。僕今日ねユニバに来てるんですけども、僕前に動画でユニバ周辺のあんまり知られてない施設をですね紹介したんですけども、あれが結構ね好評やったんですよね。だから今日はですねそのね第2弾をやっていきます。で前回ですね、まあ、ユニバのほんまに周辺の施設を紹介したんですけども、で今回ですねそのユニバーサルシティオークとか、まあ、そこら辺のね施設をですね紹介していきます。でちなみにですねこのオメム TV では今後もですねユニバの役立つ情報をお届けするんで、ぜひねチャンネル登録お願いします。じゃあ早速ね、行きます。ゴー！そしてまず1個目がですね、スーパーですね。で、そのお店がある場所は、まずシティ駅を出て、すぐ右側にあるこちらのeスマイルマートをね、右に曲がったところにね、あるんですよね。ここをですね、ずっとね、まっすぐ行くんですよ。こちらですよね、こちら。こちらのね、まあ、スーパーですよね。比較的に、まあ、安い値段で買えて、結構ね、品揃えもあるので、まあね、おすすめです。ここはですね、もう超穴場ですよね。まあ、ですけどね、その営業時間自体はやっぱコンビニの方がね、長いので、まあ、夜遅くなったらまあコンビニ使うんですけども、まあ、行けるときはですね、ここね、使うことが多いんですよね。そして次はですね、まあ、旅行行く方は結構使うであろうロッカーですね。それがですね、このシティウォークを出て、もうちょっと歩いてすぐね、右側にあるね、このサンマルクカフェのね、前にですね、このね、専用ロッカーがね、あるんですよね。で、一応ですね、そのユニバ内にもね、ロッカーがあるんですけども、まあ、そのロッカーで結構ね、埋まりやすいこともあるんですよね、混雑してきたら。でもこのね、シティウォークのロッカーね、あんまりね、結構地味なとこにあるので、まあ、埋まらないことも多いんですよ。うん。だからちょっとね、まあ、目つけてでもいいかなと思いますね、ここのロッカーは。そして次はですね、まあ、タバコ吸いたい方、必見のね、場所ですよね。で、ユニバ周辺ってほんまにね、タバコ吸えるとこ少ないんですよね。そういう方はですね、ここにね、行きましょう。このね、ユニバーサルシティウォークの2階にはですね、ほら、タバコね、吸える場所があるんですよね。こちらの営業時間ですね、10時から23時なんですよね。ここはですね、ほんまに中もですね、いい感じなんで、普通におすすめです。で僕ですね、まあ、タバコ吸わないんでいいってことないですけども、結構ね、そのタバコを吸うね、友達と行くときはですね、結構ね、ここ使うんですよね。で、最後はですね、まあ、ユニバに、まあ、自転車とかバイクで来る方ね、すごい必見のね、場所です。で、ユニバって基本的には駐輪場もですね、お金がかかるんですよね。でもユニバのほんまのすぐ近くに、お金がかからない駐輪場があるんですよね。で、これね、ちゃんとね、ちゃんとしたとこです。うん。これね、ほんまに穴場で知らない方マジで多いんですよね。で、僕もね、一応ですね、まあ、豆っ子にね、教えてもらったんですよね。それがですね、こちらのユニバの右側のゲートをまっすぐ進んで、まあ、右に曲がったところをね、ずっと歩くんですよね。そうしたら、すごいな、見えてきたしよ、これ。ほら、こんなとこにね、駐輪場があるんですよね。で、これね、まあ、しっかりとしてるね、駐輪場なんですよ。うん。で、ここね、無料なんですよ。だから、ほんまに穴場にあるんで、マジで知らない人多いんですよね。だから、これからですね、まあ、自転車とかバイクでユニバに来る方はですね、ここね、使うのもね、ありかなと思いますね。うん。ほんまに無料ですから、ここは。で、しっかりですね、まあ、入ってこれるルートもね、あるのでね、安心してください。はい、じゃあ今日ですね、あんまり知られてない、ユニバ周辺の施設をですね、紹介してきました。で、これがもし好評でしたら、あんまり知られてないユニバの豆知識とかをね、動画にするんでね、またね、見てください。で、僕的にはですね、まあ、最後の駐輪場は、マジで穴場と思います。うん、これはほんまにめっちゃね、得すると思いますよ、知ってたら。うん。だからぜひね、またね、参考にしてください。はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画あげると思うので、チャンネルはグッドか、通知ボタン回すだけ、だけで、バーイ。